はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーミジーです。今日はファミスタークライマックスドリームペナントの5周目続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、まあ、早速ですね、ドラゴンズとの3連戦になるんですが、ファミダスを引いていきたいと思います。なんとかね、ここでまた金色のカードを何枚かでも引いていきたいところなんですが、投手を10枚、野手を10枚ですね。早速じゃあ引いていきましょう。お、いきなり金が来たな。バンデンバークか。高木隼人が来て、まあ、ここからはちょっと青が連続で続きそうな気配が漂ってますが、やっぱね、打って守れて走れるサードが欲しいんですよね。お、菊池雄星だ。雄星はこれで3枚目かな、2枚目か3枚目か。バンデンハーク1枚でしたね。入れるかどうかっていうのはちょっと微妙なとこだよな。決め球がね、フォーク系だったらもう間違いなく入れるんですけどね。じゃあ、今度は野手の10連引いていきましょう。なんか、投手版の大谷翔平は持ってるんですけどね、野手版の大谷は持ってないんで、野手版の大谷とかね、来てくれたら、かなりテンション上がるんですけどね。どうだ？出なそうな。よう大感が出たな。まあ、ただね、もう外野はパンパンだからな。まあ、ただよう、はやっぱり能力は高いですね。新たにスタメンの入れ替えはちょっとないかなって感じですかね、今回は。まあ、バンデンハーク入れるかどうかというところですけど、先発陣は今今だとそれなりに揃っちゃってるんで、しかも剛速球持ちってなるとちょっといずれ入れづらいかなというところですね。今のちょっと先発陣だけ陣容見ときますか。そしたら先発でいうと大谷、菊池で今村か。まあ、レベル的にはもうそろそろね、その入れ替えを検討していったいい頃合いではあるんですけどね。今村外したくないしな。外すんだったら菊池雄星かな。ちょっとじゃあ菊池雄星を外してバンデンハーク入れてみますか。ちょっとこれで行ってみましょう。まあ、レベルがね15で止まってしまうんで、シルバーカードだとね、まあ、どっかでやっぱり入れ替えはしていかなきゃいけないっていう意味では、菊池雄星はねもうレベル14なので、十分にここまでその貢献をしてくれたという意味ではいいでしょう。いきなりツーベースを打たれてしまって荒木か。まあ、千賀はねフォークを持ってるんで、まあ、最悪というか追い込んだらねフォークで空振り三振を取りに行けるっていうのはありますからね。確実にアウトカウントは稼ぎやすい。追い込むまでにどうするかというのはねもちろんあるんですけどね。追い込んだらフォークで三振を取りに行きましょう。ビシエドはパワーが A+79 あるんで一発があるんだよな。最近ちょっとね一発病にかかってるんで、結構ねホームランをさっと打たれちゃうケースがあるんで、際どいところを慎重に
攻めていきたいけど、先制点かな。ビシエドにはライトへのタイムリーを打たれてしまったな。まあ1点だったら良しとしましょう。にしても千賀のスタミナの減りが異常だな。しかもね、ビシエドがスタート切ってましたしね、ツーマッシングのカウントで。大野の先発か。1球目ストレートを打って、荻野はセンターフライ。荒木も初球を打ってショートゴロですね。糸井は強振でいきましょう。打率6割超え、6割超えの糸井は詰まらされたサードへのファールフライですね。千賀、少なくともこの回ぐらいはね、ちょっと守ってもらわないと。今リリーフ陣がちょっと枯渇してるんで。にゃ、パスボールか。まあ森だからな、キャッチャーがね。以前はね、小林が務めてましたけど、今は森、西武の森が正捕手になってますからね、金色カードを手に入れてからは。杉山はホークに一切手を出してこなかったな。送りバントを王道に決められて、1番大島に戻ってきますね。2点目か。で荒木を迎えるという場面ですね。ここはなんとしても1点で抑えたいけど、よし、森が大島をセカンドで盗塁させてくれたんで、まあ助かりましたね。これはどうだ、飛距離は十分、畠山のホームランですね、第1号。そうか、畠山は4番に抜擢してから1号か。よし、坂本はさすがに足が速い。村田のあたりは、よし、落ちるね。これでワンアウトながらランナーが二塁一塁で森ね。まあ、森も一発は打てる長打力はあるんで、狙いに行きましょう、逆転のホームランを。ただこれで強振を使い果たしてしまったんで、ミート打ちでなんとかしたいけど、ちょっと飛距離が足りなかったですね。今のは確実にタッチアップ狙いで行った方が良かったかな。ここでじゃあ代打、福留を送りましょう。よし、落ちる。これは坂本は帰ってこれるでしょう。で1番に戻りますね。これも落ちるぞ。しかも福留も帰ってこれる。よし、勝ち越しのタイムリーツーですだ。これで試合が振り出しに戻ったぞ。いや、振り出しじゃない、勝ちパターンになってきたぞ。ここは西村健太郎を投入しましょう。うちの抑えのエース。最近ただホークにあんまり手を出さなくなってきてるからな、コンピューターの方もね。あとは西村ももうレベルが13になってきてるんで、金色カードをね、その抑え投手、リリーフ投手に関しても そろそろ欲しいかなって感じですね。ビシエドが走ってくるとかってありえるのか、本当に。
なんか最後はあっけない幕切れでしたけど。さあ、今日勝てば優勝が決まるかなという一戦のはずですね。今日はバンディーハーク。先発になってますね。今日勝って優勝を決めてしまいたいけどな。まあ、前回畠山に1本出てるんで、まあ、感覚的には、まあ、どっからでホームラン打てる打線に本当になってきたかなという感じはしますけどね。1番2番が出て3番から長打が狙える。バンデンハークはというと、さすがに球威もあって、まあまだここまで打者2人ですけど、それなりな感じはしますね。でビシエドだ。でバンデナーがスタミナもそこそこあるんで、まあ惜しげもなく剛速球、まあ、つまり決め球を投げていける感じはしますね。特に3回制度にしてますからね。今うん、うまい。今のは荻野の当たり抜けたかなと思ったんですけどね。堂上がうまーくさばいてしまったって言った方がいいかな。さあ、ここから重量打線のクリーンアップ。糸井は2球空振りして追い込まれてしまってからの外目のボール球。よし、これはセカンドの頭抜けていきますね。で、前の試合ホームラン打ってる畑、これも抜けていくね。よしよし。畠山ちょっとこういうね、変な当たりは多いんですけど、点は点で打点上げてくれる分には大歓迎ですからね。さあ、柳田のこの当たりはちょっと上がりすぎですね。打った瞬間のなんていうのかな、感触は良かったんですけどね。平田の超大飛球は切れていきます。いや、バンデンハークここまでかなりいいな。よし、どの上も打ち取ってスリーアウトですね。1点っていうのはちょっとね、バンデンハークこのままいくと完封狙いで次も投げさせることになりそうですけど、ちょっと怖いんでもう 1,2 点欲しいとこですが、坂本は空振り三振。
中のあたりはセンター大島が追いつきます。で森友哉1回強振が狙えたんで強振で行きましたが、ショートへの詰まったあたりですね。さあバンデンハークは3回のマウンドに上がってます。これこのまま勝つとでもあれですよね、まあ、9番バンデンハークが打席に一度も立つことなく勝ってしまうっていうね。何？おお、びっくりした。打たれた瞬間は行っちゃったかなってあたりでしたが、きっちり打ち取ってこれで優勝が決まったな。いやー、バンデンハークは使いやすいな。坂本が銀色カードにレベルアップしたな。坂本がますます強くなりましたね。さあ優勝が決まったんで、ここからはね多少気楽にプレーができるかなというところですけど、今日の先発は大谷か。あとは1番荻野、2番荒木、この辺りももうレベルが14まで上がってきてるんで、そろそろねちょっと考えていかないといけないかなという感じもしますけどね。どうしようかな。そのためにやっぱ金カード、1番2番打てる金カード、もうちょっと数が揃ってくれると嬉しいですけどね。危ない当たりだったな。もう一伸びあったらスタンドインっていう当たりでしたけど、しかも大谷の剛速球を捉えられましたからね。チームをずっと支えてきてくれている1番2番の荻野荒木コンビ。さあ糸井はこれは先制のホームランになりますね。よし、畠山もうまく打ってくれた。二塁まではいけるでしょう。どうだ、この辺りも入る。よーし、打線がちょっと湿りがちでしたけど、今日はかなりいい感じで来てますね。この辺りも大きいけど、これはもう少し距離が出ていればというあたりでしたね。村田のあたりです。これは入るか、入るか、入るね。今のは平田だったかな、ちょっとちゃんと見ませんでしたが、3点あるんでね、まだまだ焦るような段階ではない。ちょっと間違って一塁に送球してしまってる間に、どの上に三塁まで行かれちゃった。こういうミスがね、失点につながりますよね。
2塁できっちり止めとけば今の1点はなかった1点ですけどね。何？小尺だな。バルデスに剛速球を3球も投じてしまいましたね。森の当たりは大きい当たりですが、ライト平田が追いつきますね。大谷の当たりもいい当たりですが、同じく平田の守備範囲。いや、荻野がね、このファミスタクライマックスで初めてホームランを打った選手ですからね、まあ、ランニングホームランでしたけど、これは大島の守備範囲ですね。点差1点のまま、大谷は最終回のマウンドに上がります。さあ、ここからはちょっと一発も警戒していかなきゃいけないバッターが続きますね。よし、最後は遅いボールで空振り三振。いやー、大谷も完投してくれたし、はい、というところで今回はドラゴンズとの3連戦、さらには優勝も決定することができたというシーンをお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きね、ドリームペナントの最終節、ヤクルトとの3連戦をプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。